にちは。お、ギター久しぶり。はい、キビアズッキーニ第27回目、今日は2009年9月26日土曜野菜調しながらのお届けです。私は野菜を作ってる留田です。太田です。どうもー、もうすっかり秋になりましたね。涼しくなってきて、やっと野菜が入れ替わってきましたね。だんだんと。なるほどなるほど。見物がメインだったのが葉っぱ系に変わってきましたね。ほうれん草とかカブラとかね、白菜とかそんな感じになってきております。なるほどね。本当季節によって、まあ野菜っていうのは大きく変わりますからね。で、その夏からずっとある見物野菜なんですけれども、これナスとか、万願寺唐辛子、あるんですけれども、ちょっと表面がね、あら黒い、黒いですね。万願寺唐辛子はなんか涼しくなってくると表面が黒くなってしまいます。これは何なんですか。あ、焦げたんですか。いろいろ燃えた。いろいろ説があって、僕は正しいのがどれだかわからないんですけれども、日焼けでそうなったとか、その土の中の栄養分、石灰が足らなくなってそうなったとか、いろいろね、涼しくてなったとかあるんですけれども、どれが正解だかよくわからないですけれども、寒くなってくるとこうなります。あれじゃあ、イノシが焚き火していったんじゃないですか。でしょうかもしれん。あとこの白ナス、ナス系もですけども、こうやってね、表面がちょっと傷がついたようななってますね。なります。なるほどね。やっぱり木自体が弱ってくるんで、ほう、まあ人間だってね、老化してくるとなんとなりますけれども、ナスの方もやっぱりね、シミみたいな、そうなってしまう。なるほど。になってきます。うーん、美味しいのはね、このじっくり涼しいからじっくり育つから美味しいんですけどね、ちょっと見た目が悪いと、そうですよね、日本人には受けが悪いんですよね。なるほど。売れ行きが悪くなる。うーん、なかなかね、大変ですね。まあまあ、そんな秋、季節があるということですか、はい、ですね、で、まあ畑の方が、まあメインの野菜が葉っぱ系になってきたじゃないですか。いいよ。はい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 。でもまだ暖かいんで、やっぱり虫が出てくるんですね。モンシロチョウのね、アオムシとか、いろいろな虫がいますわ。ガの幼虫とかが。その対策としてはやっぱりね、畑でたくさんバーッと作ってるんで、一つ一つつまんで取っていくっていうことは、ちょっと無理なので、やっぱりうちの畑でも、農薬っていうのは使います。ね、農薬にもいっぱい種類があるんで、そのいろいろなのを選びながらやっていく。なるほどね。まあ、種類だとか、まあ、量だとか、その使い方とかね、いろいろそれによってね、一概に、ね、農薬、農薬というね、無農薬がいいのか、ね、農薬を使うのが良くないのか、まあね、いろいろとあると思うんですけどもね。まあ、はい、はいはいはい、薬によって即効性が強くて、すぐに効くのとか、じっくりじわじわ効くのとか、なるほどね、いろいろあるんで。あんまり同じ薬を使いすぎると、虫の方もね、抵抗力ができてきて効かなくなったりするんで、変えていくっていうのがありますね。でも農薬って言われたらね、あんまりいい反応はないんですけれども、昔に比べたらその薬も改良されていって、毒性も弱くなってますし、ちゃんと使用基準っていうのがあるんで、それをちゃんとうちは守ってやってるんで。なるほどね。ね、残留農薬とかっていう話、中国ありますけれども、それはやっぱり、まあ、むちゃくちゃな、むちゃくちゃなね、なんでしょうね。まあ、なかなかそういうのはないとは思うんですけども。でもね、やっぱりね、あるんですよ、葛藤っていうのが。はあ、はあ、そうか。生産者として今、ほうれん草がいい具合に育ってる。で、薬をまいたら2週間、収穫できない。でも2週間経ってしまうと大きくなりすぎて出荷時期を逃すとかね、そういうのがあるので、もしかしたら利用基準を守らずに、まだ薬撒いてから1週間しか経ってないのに収穫して取ってしまうってこともそうかそうか、なき
絶対ないとは言い切れないですね。その作る側の良心の問題ですから、うん、心のね。なるほどなるほど、うん、そういうことね。見た目はその薬やった方が綺麗なんで虫も食わないし。なるほどなるほど、わからないです大抵。いろいろとあるんですね。そうかそうか、農薬の量じゃなくて時期っていうのもあるんだ。じゃあね、そうですね、横巻いて抜ける時期っていうのがあるんで。ああ残留、薬、酒井のり子と一緒なの薬を抜くのにちょっと1週間ほど逃亡みたいな。そう、そういうのがあるんですよ。ああ、どの世界でもあるんだよね。なるほどね。そうか、なるほどなるほど、これはなるほどですね、うんうんうん、だからもうできるだけね、うん、その生産者が分かっていたら信頼関係でできるんですけど、分からないということもあるん で、うん、でね、自分でそう信頼できるところを見つけてもらってね。おっしゃる通りですよ、うんうん、なるほどね。そうか、まあ、うちは薬必要な時は使えますけれども、うん、そういうの基準守ってますん で、 そうです、ね、安心して食べてもらったらいいな。そうそう、トメちゃんがさ基準守れんとかやったらもっとお金持ちになってるもんね。正直すぎてちょっとなかなかなんですけどもね、うん、まあまあ、それは一番いいことですよ。そのうちまたいいことありますから、はい、うん、そういうことをしてるとね。そうですか、はいはい、うん、で今の時期っていうのは、うん、その大根とかも根っこが大きくなったのが、はいはい、売ったりしてるじゃないですか、うん、白菜とかも丸々になったやつが売ってるんですけども、それの前の段階、間引き菜っていうので、はい、大根はまだ細いんだけども葉っぱが生い茂ってるのとか、白菜も丸に結球しない前のやつとかが売ってるんですよ。太田さん知らないかもしれないですけど、うん、僕知らない、うん、そういう何ですかね、未熟なやつが売ってて、うん、それが切り漬けにとかにすると美味しい。お、聞きましたか皆さん、はい、聞いといてくださいよここ。でそういうのがなんでできるかって言ったら、はい、種をその一箇所に何個も植え撒いておくんですね、はい、そしてその一番いい元気に育ってるやつだけを残して他のやつは取っていくんですよ、うん、だからその取っていたやつが今出回ってる間引き菜。へー、それがまたね、うん、そっちの方がいいっていう人が結構いらっしゃったりするんですね。柔らかいですし、へー、うん、葉っぱも美味しいですし。なるほどね、うんうん、で、はい、またね、もう悲しいお知らせなんですけども、最後はね、うん、悲しいお知らせで締めようかなと思うんですけども、いつも最初に言ってくれるんです。今日はないのかなと思って、やっぱある。あのね、やっぱりどうしてもさつまいも畑にねイノシシが入ってきて、あ、そう、足跡を見ると、うん、こっちちっちゃい足跡なんですよ、はい、多分ね、ウリボウっていうイノシシのちっちゃいやつですよ、うん、隙間を見つけて入ってくるんだと思うんですけれども、うん、その1回で食べる量は少ないんですけれども、うん、夜な夜な入ってきて食べていってるんで、もう半分ぐらいはもうダメになってきてるんじゃないかなと思うんですよ、さつまいも、うん、どうしようかなと思ってます、ね、へえ、どうしようもない。まあ明日さつまいも掘りに行きます、太田さん。イノシシ掘る前に掘ってくれって一緒に、さつまいも。そうですか、本当ですよ、深刻です ね、 本当ね、まあ考えといてくださいよ本当に。なるほどね、うん、はい、食べられる前に掘ってしまえと。もうちょっと置いた方がじっくり甘みが蓄えて欲しいんですけどね、なかなかね難しい。なるほど、売り物にならなきゃどうにもならないってことね。売り棒の売り物みたいな。売り売り込んでるってことでね。そうです。じゃあ時間ですね。富永さんちょっと待ってくださいよ、はい、チロハットお疲れ様でした。おかげさまで、ね、その話全然聞いてないんですけど、おかげさまで、無事に終わったんです。無事に終わりました。お疲れ様でした、ね、舞台から見る限り客席もねかなり結構待ってた。待ってました。あ、すごい、もう本当残念だったんですけど行けなかったんですけど、お疲れ様でした、はい、またいろいろと頑張っていきます、はい、であれですね、お月見シーズン、シーズンですからね。今度はまた僕が富永さんにお願いをしてですね、このまた地区のいろんな催し事に一緒に出ようということで、来週、あります。そっちも楽しみですね。楽しみにしましょう、はい、秋に向けてまたいろいろと音楽でも楽しんでいきましょう、はい。では君がズッキーニ第27回目でした、はい、ありがとうございました。